まずいんかい。じゃあやめとけ。魔人の部屋か。面白いところがあったもんだな。地下が異次元につながってるとは。またまたつぶやけないとゲットでミス。ミスパンもテンション上がってるじゃないか。これは注目浴びそうでミス。ドゥフフフ。笑い方。それにしても、ゾンビを追い払ったり、面白い部屋を見つけたり、お前と一緒にいるとほんと退屈しねえよな。俺もマックと遊ぶのすごく面白いよ。そっか。じゃあケイタ、お前は今日から俺の親友だ。自分の都合のいい感じになったらそうなのか。親友。うん。ケイタ、君は何か騙されている。ケイタくん、エイリアンって呼び方にツッコミは。そうだ。お前らにはあれを教えてやってもいいかな。あれって魔人の部屋も面白かったけど、もっと面白いことがあるんだぜ。それってどんなことなの？それじゃあ時計屋に集合な。あ、何、気軽に出れる感じっすか？次の部屋に進んでしまわんかったら大丈夫なんか。アイナに切り替えたらストーリーがリンクする。え、もうすでにリンクするの？待って、時計屋の前に集合って言うけど、ここなんか、話しかけるマーク出てますけど。引き続き、この場所を徹底的に調査していくわよ。協力をお願いね。気まぐれパーリールームの中は無数のゲートが行く手を阻む。ゲートボールを集めて、ルームの奥へと進んでいこう。このクエストを受けますか？ほいほい。3って書いてる。ありがとう。じゃあ早速調査を始めましょう。まずはこの扉を開けないとだね。ええ。このゲートを開くには、長年の経験をもとに考えると、ゲートボールがいるわね。しかも3つ。ゲートボール。気まぐれゲートに入った時に手に入れてない？どうだったかな？よろしくね。3つ手に入れたら、私のところに持ってきてちょうだい。ケイタくん、もしもゲートボールが足りなければ、街に出て気まぐれゲートを探しに行きましょう。ゲートは妖怪ウォッチに反応しますから、気になるところがあれば、サーチでウィス。わかった。ダイモン教授と奇跡の扉発生。クエストメニューを確認しよう。このクエストをこのままナビ。いや、別にいいかな。とりあえず時計屋に行かんとね。ということで、ストーリーリンクが発生したわけだよ。ストーリーリンクが発生したということは、ん？なんかこう妖怪動いてね。ちょ、待って。妖怪動いてる。キュッピーに行くまでの間におるけん、ちょっと、捉えておかねば。え、なにあいつ、なんかめっちゃすげえスピードで移動してない？すげえスピードではないか。え？びっくりした、このおばさんじゃないよね。ほら、こいつ。ウォンテッドやったんや。マジか。あ、逃げていきましたよ。あれ、ウォンテッド妖怪じゃないですか？ケイタくん、チャンスです。追いかけて捕まえましょう。マジか。マジかマジか。ストーリーに関係あるんじゃなくて、ウォンテッドやったんやね。なるほど。ちょ、待てよ、おい。こういう時にチャリがあるって強えな。待てというのに、おい。ああ、待って。やべえ、やべえ。はい、捕まえた。俺、エセガッパス。ウォンテッドっす。よろしくっす。かわいいんですけど。イチゴアイスにケチャップをトッピングした罪で追われてるっす。なにそれ、意味わかんねえ。イチゴアイスは赤色だし、別にケチャップでもいいっすよね。本人が美味しければいいんじゃないかな。なに、面白いな。なんか礼儀正しいし。エセガッパが現れた。バトルスタート。はい、ということで早速、ペラペライオン。ペラペライオンいけない？必殺技。はい、いけるね。なるほど。ああいうなんかさ、会話をしうるときに、ウォンテッド妖怪が近くを歩き出すなんかいうことがあるんや。ね、たまたま映り込んでしまったんかな。てか、でかくね、あいつ。え、なんかだいぶでかくね？びっくりするんやけど。ほら、今遠くに行ったけんさ、ちっこくなったけど、近づいた途端にあいつめっちゃでかいんだけど。びっくりするね。炸裂肉球！はい、プニ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 。間違えた、スカッコ嘘。どういうことやね。嘘つきってことかな、エセガッパやし、やっぱり。よし。いけーい。ウォンテッド妖怪はやっぱり普通の妖怪よりも強いね。
体力が多いとかかな。あ、やったね、やっつけた。勝利。イエーイ。さあ、これで、ホーンテッド妖怪確保だよ。ああいう風にちゃんとマップ上に出てきてくれるのいいよね。ケチャップ入りいちごアイスが口の中に入ったっす。まずいっす。まずいんかい。じゃあやめとけ。こんなまずいなんて知らなかったっす。もうやめることにするっす。食べたことはなかったんやね。わかったんならいいよ。ケイタ捜査官、ウォンテッド妖怪に逮捕、ご苦労であった。今回捕まえた妖怪は、ウォンテッドポイント2000だ。このウォンテッドポイントと報酬を交換したければ、いつでも俺のところに来るのだ。妖怪は俺が責任を持って連行しよう。これは報酬だ。受け取るがよい。と言いたいところだが、なになに？今回のウォンテッド妖怪はグループだ。逃亡中の妖怪は残り1匹だぞ。マジか、グループとかあるん？では、早速新しい情報だ。奴の名前はニワカッパー。へへ、エセカッパとニワカッパー。偉そうな顔で遊んでない。ん？偉そうな顔で遊んでないゲームの感想、あ、そういうことね。偉そうな顔で遊んでないゲームの感想を語った罪で逃走中。なるほどなるほど。奴のレベルは25と言われている。2016年8月6日までこの街にいるらしいぞ。何それ、なんかめっちゃ。さあ行くのだ、ケイタ捜査官。この街の平和を守るために。そんなにきっちりきっちり決まっているの？へえ。期間限定なのね、妖怪さん。でもさ、それってさ、もう一匹が捕まらんかった場合、さっきのエセガッパーはどう、一体どうなるの？しかもさっき言ったさ、この街っていうのは別にノースピスタ地区に限定されたものではないということかな。その辺がちょっといまいちわからないんだけど、とりあえず探し回った方がよろしいのかな？わからぬ。てかもうさ、あれなんだけど、キュッピーの場所はるかに離れた場所行っちゃってんだけど。地図。あ、これで、あ、これで見ても大丈夫なんか。一応、人の場所とかそういうのは、ちゃんとあるね。こう眺めて、とりあえず、ノースピスト地区にはいないっぽい。から、他のとこ行ってみよう。サウスモンド地区。あっちにちょっと渡っていって、よいしょ。で、こっちでもちょっと一通りこう、何？ちゃんと人は動いてる？こういう探し方でもちゃんとウォンテッド妖怪は映っているんだろうか、果たして。あ、あそこにおる。おるよ、おるよ。おっしゃ、これは、赤信号だ。こういう時でもきっちりと、ちゃんとそこにいてね、ニワカッパー。どこ行った？いるんだろうね、ちゃんと。ちゃんといるんだろうね。どこだ、どこだ。この辺にさっき、あ、おったおったおった。小学校に入り込んでいる。ほら、こいつだよ。ウォンテッド。イェーイ。あ、逃げていきましたよ。あれ、ウォンテッド妖怪じゃないですか？ケイタくん、チャンスです。追いかけて捕まえましょう。ん、あい、ちょっと待って。チャリチャリ。こっちに来るよ。回り込め、回り込め。どうだ、どうだ。あ、チリン、チリンチリン鳴らしちゃダメじゃん。おっしゃー、速攻。イエーイ、俺はニワカッパー。ボンテッド、カッパのラッパー。バカっぽいな。偉そうな顔で遊んでないゲームの感想を語った罪さ。別に遊んなくてもいいだろ。語りたいだろ。それがラッパーだろ。わかんねえよ。あの、チャラ。ニワカッパーが現れた。なんだこいつ。でか、やっぱりでかいんだけど。ちょ、笑うわ。よーし。いけい。あ、ダメだ。おっしゃ、いけい。取り付きまーす。うへへ、うへへって。カリカリモーニング。え、今の聞いた？今の聞きました？よし、ちょっと取って。はぁ、カリカリベーコン。カリカリベーコンがやられたんですけど。な
んてことだよ。よーし、いけ、キバンドール、頑張ってね。キバンドールとかもう名前かわいそすぎるんだけど、でも見た目かわいいでしょ。キバミスト、あのスカートの裾のはキバミってことかなね。さあみんな拾って拾って、ケケケケケ、かわいいよ。いや強い、こいつ強いなね。ちょっと今びっくりしたけど強いんですけど、んいいねもらった、やった。でも一応こいつずっとさ、ペラペライオンに取り憑かれたままなんよね。必殺技がずっと使えない。ここもう入れ替えれるやついないの？いるよね。おーし、ネコロンブスいけい。こいつあれだな、エセガッパより強いよね、確率に。チャージ完了、ゴーゴー新大陸、超かわいい。超かわいいよ。味方の素早さアップ、ケケケケケ、お勝利。お、レベルが上がったよ。よし、これでグループ逮捕。Oh no、 俺のラップ負けちまったよ。もう語らないぜ、やってから語るぜ、イエーイ。さあどうすかこれで。ケータ捜査官、ウォンテッド妖怪の逮捕ご苦労であった。今回捕まえた妖怪はウォンテッドポイント2600だ。やったね。このウォンテッドポイントと報酬を交換したければいつでも俺のところに来るのだ。妖怪は俺が責任を持って連行しよう。これは報酬だ、受け取るがよい。ミュージックカードを5個手に入れた。手持ちいっぱいだよ。さあ行くのだケータ捜査官、この町の平和を守るために。なになになに、ワーニング、どうしたどうした、何が起きた。え、誰ですか。え、うわ、キモ。え、キモ。ウォンテッドプリズンブレイカー、何それ、名前だけかっこいいわ。現れたのそいつが。緊急警報、緊急警報、脱獄王プリズンブレイカーが脱走、現在 USA の街中を逃走中、速やかに警戒態勢に入ってください。何、あのプリズンブレイカーが USA に来てるだと。プリズンブレイカーって何、なんか急激に大変なことになったんだけど。何度も何度も脱獄を繰り返している凶悪なウォンテッド妖怪だ。他のウォンテッド妖怪よりも強力でな、あいつにはいつも手を焼いている。おお、ならそいつを捕まえれば大手柄ってやつでですね。楽観的だな。その通りだ、君に逮捕をお願いしたい、ケータ捜査官。できるの。ご用田さんは捕まえないんだ、心の声。まだこの近くにいるはずだぞ。さあ行くのだ、ケータ捜査官。そいつもマップに現れるかな。ちょ待って、プリズンブレイカー脱獄中とか言われましても。あれか、いたよ、一番端っこ、一番端っこ。よっしゃ行くぞー。あ、間違えた。間違えてはないけど。なんかそんな、何、ドラマみたいなことが起きるのね、やめてよー。今せっかくさ2匹捕まえて、よっしゃやったねー、イエーイ、アイナの方に切り替えようっととか思いよったとこやったのにさ。もうほら、もうこの緊迫感のある音楽嫌よ私、こんな責任重大な。あれ、さっきまでスクラップヤードらへんにおったよね。もしや違う地区に入ってたとか、そういうことは。移動早っ、マジか、上の方におるわ。さあ行くよ、ちょみんなどいたどいた、今大変なことが起きてんだからね。プリズンブレイカー逃走中だよ。って言ってもあれか、妖怪だからみんなには見えないのか。プリズンブレイカーってもう捕まること前提の名前じゃね。だって捕まってなかったらプリズン関係ないし。いないんすけど。プリズンブレイカーが逃げ去ってしまった。そんなことがあるの。
逃げ去った？どういうことよ。定期的に起きるんだろうか、こういうことは。惜しかったなぁ。いや、惜しかったんかどうかもわからんけど。違う地区にいるとかじゃなくって？もう逃げ去っちゃったの？ダメじゃん、ちょっと。ご用ださん、警察の体制どうなってんのよ。ダメじゃん。あ、ここにケッピーあるわ。じゃ、とりあえず。さあ、気を取り直して。キュピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュ。アユナに切り替えます。はい、ということで。じゃ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。